そう来たか。中学教師の山内は殺人事件のニュースを目にします。殺されたのは中学の同級生。彼は佐伯という生徒をいじめていた主犯でした。山内は当時から正義感が強く、彼から佐伯を助けたりしていたのでよく覚えていました。そしてその事件は佐伯と同姓同名の人物が書いた小説と内容が酷似していました。小説のシナリオ通りにかつてのいじめられっ子が復讐を果たしていくのかと思いきや、ザシス。ここまでは典型的な復讐ものだと思っていたんですが、さすがルーキーズやろくでなしブルースの森田先生最新作なだけあって、とんでもない展開が待っていました。ここからはネタバレを含みますが、まだこの作品を読む気になれてない人はぜひ聞いてください。犯人だと思われていた佐伯はもう死んでいたんです。しかも殺したのは、主人公の山内でした。